疲れた。今日も一日終わりました。もうなんか今日は、バラエティの収録だったんですけど、やっぱりちょっと緊張して、すごい、精神的にもちょっと気が張ったりとかして疲れたので、今日は一日疲れを癒したいなと思って、プチ贅沢に、ホテルに泊まりたいと思います。で、モアは今仕事で泊まりにちょっと行ってるので、ゆっくり過ごしたいと思います。このソファーも本当にめちゃくちゃリラックスできるんですけれども、今日はせっかくね、ホテルに来てるので、普段だったらもうシャワーとかでささっと済ませちゃうことが多いんですけど、ゆっくりお風呂に浸かってさらに疲れを癒したいと思います。これからじゃあちょっとバスルームに行ってきます。今日はね、ほんとゆっくりお風呂に浸かりたいと思います。なんか置いてあったバスソルトもかなりいい感じだったので、楽しみなんですけど、お風呂はですね、こんな感じですごいいい空間、なんかタイルの色とかもさ、ちょっとくすんだ感じの青で、なんかね、癒される空間ですね。そして今日入る、バスソルトはこれ初めて見たんだけど、ジョルダニアンテッドシーソルト、ちょっとこれに入ってみたいと思います。入浴剤とかもねすごい好きなんだよね。だから友達とかの誕生日プレゼントだったりとか、あとちょっとしたプレゼントとかで結構バスソルトあげることが多いんですよね。私の自宅から、最近使っているお気に入りのシャンプーを持ってきたんだけど、この夜っていう、シリーズになるんだけれども、もうとにかくねすっごい匂いも良くて、私ピオニーの香りとかすごい好きなんですよ。でこれはネロリ&ピオニーの香りがするから、すごいこうフローラルで甘くていい香りがするのでおすすめです。この、夜っていうこのシリーズは夜間美容シャンプーって言って、その寝てる間に髪をいたわってくれたりとか、このバスルームもすごいいい香りになるから、例えば次、自宅とかだとモアが入ったりするでしょ。そういう時に「モアめっちゃいい香りした」とか、言われるので、なんかそういう、こう自分のこう、ね、仕事とかで疲れて書いた時に癒しをこう、ね、求めるじゃないですか。こういうバスタイムもそうだけれども、こういう好きなものに囲まれるっていうのは大事だなって思いますね。あとはね、嬉しいのが朝起きた時に、結構ね違いを実感できて、うるっとこう艶髪になれる、なんかそれが嬉しいなと思って。で、最近だとね、昨日かな、昨日の収録の時に、メイクさんに髪の毛やってもらう時に、なんかトリートメントとか買いましたって言ってもらえて、なんかそういう本当なんか周りの方からもこう違いをこう感じてもらえるっていうのが、またこう嬉しいなって自信にもつながったりするので。癒されながら、あわあわの中でこうやってね、頭皮をマッサージしながら洗う時間がすごい好き。めちゃくちゃしっとりしてる。ロングヘアの方とか多分ね、私もそうだけど、綺麗に伸ばすのってすごい大変だけど、こういうねちゃんとケアしてあげることってすごい大事だったりするもんね。
今日はね、特別にトリートメントの後に、ヘアマスクもやります。ほら、ちょっとしっとり、もうこの時点でとろみがある感じで、すごいいい香り。お風呂上がりなんですけれども、まず乾かす前にちょっとね、しっかりタオルドライをして、それからドライヤーやろうかなと思って。もうほんとこの時点で、この私のさ、ブリーチしたりとかいろいろしてる髪の毛でも、もうトリートメントしただけでこんな感じで、もうスーッとね、指が通るし、しっとりしてるのがわかるから、こういうね、なんか違いを感じれるってすごい嬉しくなる。あとね、夜間美容シャンプーっていうだけあって、寝てる時ってさ、結構こう寝返り打ったりとか、することによって結構髪の毛がね、ダメージ受けやすかったりするんだけど、このシャンプーはね、そのケアもしてくれて、寝てる間もね、そういう摩擦からも守ってくれて、ダメージが少ないっていうのも嬉しいなと思って、それでね、やっぱ朝起きた時のスタイリングとかも楽になるから、すごい気に入ってます。お気に入りの、シールムリンのワンピースに着替えてみました。これからちょっと、部屋飲みをしたいと思います。今日ね、レモンサワーをいただこうかなと思って、ここでちょっとのんびり、なんか携帯とかやりながらとか、あとテレビ見たり、ネットフリックスを見たりとかして過ごしたいと思います。今モアと LINE 中。今日はね、モアが仕事で泊まりに行ってるから、ちょっと LINE で連絡して、ママもゆっくり休んでねって言ってくれて、私はレモンサワーを飲みながらちょっとほろ酔いになって、もう今日はお風呂も入ったし、ゆっくりのんびりしようかな。明日も休みだー。あー、この開放感めっちゃ最高。家にいると、洗濯物畳まなきゃいけないとか、明日の準備しなきゃいけないとか、夜のお皿片さなきゃいけないとか、いろいろなんか次から次へとなんかしなきゃいけないにすぐ追われるじゃん。でもね、こうやってすごい贅沢に今日はホテルにね、ちょっとご褒美に来れたから、そういうのからも全部解放されて、また明日から、明後日からの仕事頑張ろうと思って。なかなかね、こういう時間は作れなかったりとかするけど、なんか自分にとって何がご褒美かって多分みんなそれぞれ違うと思うんだけど、私はなんか行ってみたいホテルだったりとか、そういうところに泊まるのがすごい、こうなんか自分にとってすごい充実した時間だなって、こう癒されて、なんかしかもこう元気にもなって、また次の日から仕事頑張ろうって思える大切な時間だなって思うので、なんかね、みんなそれぞれのこう大事な時間をこう、過ごして、またこうそれを糧に頑張れるね、お気持ちにつながるのっていいなって思うね。ちょっともう返事しようかな。おはようございます。いやー、たっぷり寝ました。もう広いベッドで独り占めで、めっちゃゆっくり休みました。
今日ねあいにくの天気みたいで、なんかちょっとねホテルからの景色はこんな感じ見えるかな、なんかどんよりちょっと曇りではあるんですけれども、すごい見てこんな感じ、すごいねやっぱちゃんと補修してくれるっていうか潤ってる。じゃあ今から支度してご飯食べに行こう。よし、ではちょっとだけ基礎化粧してからご飯行こうかな。でよく使ってるのは、クレンジングはこのスペラ、しっとりするから。で化粧水は、朝はねちょっと拭き取りながらファミュのこのローズの香りがするあのしっとりするタイプ、こちらを使ってパックしたりとか角質を取ったりしてます。でその後にこのエンビロンの真空セラムで、潤いをちょっと与えてあげてるっていう感じかな。でもうここから、ちょっとねトーンアップするクリームを塗ったりとかしてファンデーションを塗ってるんですけど、その様子はまた皆さんに見ていただきたいと思うので別の動画でもしっかり紹介したいと思います。朝食です。まずフレッシュなグリーンスムージーと、美味しそう、パイナップルと、なんだろう、マスカルポーネかな、ちょっとサラダ仕立て、そしてグラノーラとブルーベリーのヨーグルト。はい、メイン来ました。オムレツとサラダとレッドの朝食です。美味しそう。はい、こんな感じで、今日の支度が終えたので、これから今日オフということで、いろいろ観葉植物見に行ったりとか楽しみたいと思います。で今日の私服です。こちらは、まずシールームリーンの、めっちゃ好きなんですけど、シールームリーン全身シールームリーンです。でパンツもねちょっとこう切り込みが入った感じのデザインがすごい好きで、夏もベージュを買ったんですけど、今季は、黒にしました。ちょっとケバケバが目立ってすいませんはい、でトップスも、これは、グリーンの、このちょっとボレロがついたタイプの、トップスなんですけれども、これ脱いでここで暑い時はこう縛ったりとかもできるタイプなので、これね展示会でね、プレスの奈美さんが着てて、それめっちゃ可愛いですねって言って私に2色買いしました。黒も買いました。で今日はグリーンなので、合うかなと思って私が、デザインしているこちらのミーブの、グリーンのマスクを、してるんですけど、あとは、バッグは、こちらのマルジェラのタイプです。なんか枕にもなりそうなぐらいふかふかなんですけど、これは、白と、ね、黒と迷ったんですけど、秋冬はアウターが暗くなるのでちょっと白で差し色になって明るく使えるかなと思って白にしてみました。はい、で、サンダルは、メゾンスペシャルのものです。はい、でネイルはちょっとゴールドにしててちょっと立体的な感じで、遊んでるんですけど、こんな感じのメイクと私服でした。参考になったなって思う方が、いたら嬉しいです。よかったら、チャンネル登録とグッドボタンもお願いします。じゃあ私は今日オフなので、ホテルでゆっくりした後はこれから美術館に行ったりとか観葉植物見に行っていきたいと思います。ではまた次のビデオでお会いしましょう。新山千春でした。今回紹介した、夜の期間限定クーポンを概要欄に載せているので、気になった方はぜひぜひチェックしてみてください。